こんにちは、毎日新聞政治部法務委員の土屋さんを、お招きしまして、ジャーナリスト3人会を開催したいと思います。今日は政治の問題をですね、政治の問題、それから中国問題を中心に、土屋さんにお話があるということでして、土屋さんは、毎日の政治部に通算10年以上、出てまして、退職後は、中国の大学で、日本語講師として活躍されてまいりました。まあ、そういう中国の、実情にも非常に詳しいということで、まあ、政治と、日中関係のですね、中国に関して今日は3分前お話をお伺いしたいと思います。でまず最初にですね、政局の動向ですが、まあ伊沢さんの死闘と言ってもいいと思いますが、消費税の値上げに反対しまして、離党するのかどうか、また党に残るのかどうかというですね、論議が、つまみのまだ中心的な課題になっていますが、そのあたりに関しましてちょっと小沢さんの方がですね、見通し今後どうなっていくのかという点をお願いしたいと思います。小沢さん、お願いします。社会保障一体改革と消費増税の問題は、自分がですね、話せる人間が基本的に何を考えていたのかって言わないとあれですので、予想しているのか、期待をしているのかということが分からなくなりますから、まあ、手短に申し上げますが、私もですね、財政再建賛成派です。消費税をもって、財政再建を進めるということについては、10% ぐらいが限度だろうと。消費税は現在の消費税 3%、5% と上がってきた消費税にはそういう性格がある。それは一つには逆進性があるということと、私はそれに加えてですね、消費税というのは消費税という名前になっておりますが、取引税に近い性格を持っていて、個人消費税である以上にですね、中小企業川下段階の企業の取引にですね、取引額に課税するという際立った特徴を持っています。でこれはですね、反ビジネス、アンチビジネス的な性格を持って、売上にかけて、利益や損、まあ、利益にかけるのではなくて売上にすぐかけてしまうというか、非常に厳しいものですから、そこのところは大変その困った要素を持っているけども、10% が限界だなと。ただ10% までは耐えられるとは思いますが、現下の日本のですね、経済情勢の中で、この情勢の中でね、急ぐということもないんじゃないか。せめて法案の中にも実施時期というのはまたそこで判断するということになり、それはまた新たな政争を生むということにも決まってるわけですけども、しかし、ここであと2年、これだけ景気も上がってきてですね、しかもその未曾有の災害と電力危機、原発をどうするかという、また出費の問題について、見通し、明るい見通しもあと1年でもあればですね、随分情勢は変わってくるんじゃないかと思っていますので、今、こういうニュースがですね、出だすことも、景気を考える人間にとっては嫌だなと思っておりました。それはそれとしてね、とにかく26日に、衆議院を
修正案が3党合意の形で、通りました。この時に、誰しも思ったのは、本来の眼目であるところの一体改革をについては1年間、話し合う、つまり参議院を通過してから国民会議というものを作って1年間話し合うということをが通ったんですね、衆議院を。まあ、そこのところでですね、使途について確約がないままにお金を国民から取るということだけ3党で合意してしまったというところにですね、まあ、小沢さんという人でなくてもどうしてなんだろうということを、まあ、目指す時につけたとは思いませんけども、ここに批判する余地があると思って、まあ、現在のですね、小沢さんが離党するかどうかという、しかも採決の時に、政評を通じた人と欠席した人57人がどうなるのかということで今問題になっているんですが、まあ、私はですね、経済や的な視点からすると今はそれは小沢さんかもしれないけども、これだけのですね、増税の場合は必ずあると、与党反主流派というのは必ずこういう動きになって、売上税の時もそれでおしゃれ、結局 3% の消費税を入れるのもですね、竹下さんという金融財政のプロはですね、まあ、自分の権力を失うぐらいのことをやりながらやっと成立した国ですから、今日本の税収は40兆ですよ。その中でね、13兆5000億とか、まあ、それは計算の話かもしれませんが、国民から取るお金は 30% 増やすということなので、必ずですね、それは出る、反対は出ると、まあ、今回そう出たということで、まあどうなるかというのは結果的に分かりませんが、分からないけども、仮にですね、いろんなことをして無理をして通し成立させたとしても、これだけの税収、しかもそこにもし仮に不況といったものがね、重なってくれば、世界的な不況が波及してくれば、それを廃止しろ、何パーセント廃止しろといったようなですね、議論が、これはまあ税金ですから必ず出てきますので、まあはっきり言えば政党政治、日本の政党政治の中に長いですね、種をまかれたような、そういう現象が続くであろうと、そう思っています。だから成立しても話は続く、終わりなき世の暗さはですねここで始まらないことを望みますね。参議院に持っていってそこで否決されるというような可能性も十分あるということですか。その場合はしかし選挙絡みで、まあ昨日ですね、小沢が星井さんに言ったようにね、まあ、その見出しに取ってあるとこないと、取ってないことありますけども、結局採決するなってことですよね。党に戻ってやるから採決するなと。だから否決されるよりもその理屈でいくと、採決しないか採決するかと、追い出して採決するかと、まあ、そういうことでしょう。採決されないことは大いにあると思います。じゃあ続いて津田さん、お願いします。私はですね、つまりこの問題をめぐってこの国会の在り方、つまり政治の在り方が極めてこう混乱しているわけですけれども、小沢元代表がそのグループが反対するからどうのこうのということもありますが、一つその根底にあるですね、なぜこういう状況が生まれてしまったかということを考えることが必要だと思います。それはですね、
やはり私はその元凶はマニフェスト選挙にあると思います。そのマニフェスト選挙というのは、その英語でマニフェストの英語というのは明白さとか明らかなことを言うわけですけれども、結局選挙というものは勝つためにはどうしても国民有権者にですね、甘い公約をせざるを得ない。つまり目いっぱいの公約を掲げるわけです。それはどういうことかというと、例えばその子ども手当、それから、その福祉の増額などをこう抱えられるわけですね。それが何百項目近いものにこう、あるわけです。さて現実にですね、選挙をやるとですね、必ずしもそういうことが実現できるような状況は生まれない。つまり政治っていうのは必ず失望が伴うものだと思うんですね。でこれがもろに今民主党に現れているわけです。ところがそのマニフェストというものはですね、期限付きの、それから財源付きなどのですね、そういう明白なこう枠があるんですね。と攻める側とすれば公約違反、公約違反、マニフェスト違反という形で対立するわけです。で結局どういうことかというと、そこでそのお互いにいつそのマニフェストに掲げたことで言い争いをしますから、妥協の余地がなくなってしまう。つまり与党側、つまり民主党側はですね、その掲げたマニフェストの実現のためにはもうひたすら法案を通すということをやらなければいけないんです。その一方でですね、負けた側、つまり自民党はですね、その公約はマニフェストは国民から拒否されたんだから、もうその国会でですね、その主張はもう通用しませんよというような国に対立が生まれてしまうわけですね。そうすると議会制民主主義というのは各々の政党がいろいろ主張し合って議論を戦わさなければいけないわけですけれども、妥協の余地が生まれない。つまりそのマニフェストっていうのはあくまでもですね、参考資料でなければならないものが、がんじがらめに今その各政党の動きといいますか、政策の入団性を奪ってしまっている。それが今この混乱を作っているものだと思います。さて政局的なものの見方からすればですね、その政治というのはよく言われるように一寸先闇ですから、その小沢元代表が離党するのかしないのかというようなことが今焦点になってますけれども、梶原さんが言われるように、その消費税アップのタイミングという問題が一つあるんですが、まあ私はこの1000兆円を超える赤字国債、この財政状況をですね、いつどこで、回復是正していくかという問題をですね、もう先延ばしは許されないような状況にあると思います。そういう意味でその国民が嫌がることもですね、やはり政策として打ち出す、それを実行するということが必要だと思います。つまり、国民が嫌がることもですね、それなりに主張してこれを押し通すんだと、つまり成立させるんだということがリーダーシップの一つだと思います。中国の古い言葉にですね、君主はですね船である、で国民有権者はですね水である、水は船を浮かばせることはできる、しかしですね転覆させることもできるという言葉がありますけども、そういう状況の中でやっぱし君主は自分の主張が正しい、国民の理解を 100% 得られなくてもですね、確信を持ったらばそれを成立させるためにこうやはり粘り強く実現する努力をすべきだと思います。でそういう意味で、今度 の, その消費税法案について、過去を見ると3% をやった時には確かにもう、数年で景気が下がっている、だから 5% をやった時にもやっぱり景気が下がっている、そういう過去の例がありますけれども、やはりここで踏み切らなければ
この財政、日本の財政の破綻というものがですね、これはかなり現実味を帯びてくるのではないかと思います。まあ、そういう意味で、この消費税法案というものは成立させるべきだと考えます。そういう点のですね、まあ、先ほどおっしゃった、今回のね、選挙の、まあ、中心というか、混乱の中心となっているのは、この相変わらずですね、小沢は首都というものであると思うんですね。で、この間、日本の、まあ、90年代からのですね、20年間でね、失われた、経済と言いますか、そういう中の政治的な混乱でですね、毎回この座さんが一応、そういうのが主役というか、影の主役ですよね、になっていって、今回の場合も、まあ、民主党を作ったのは、この一応、この座さんであるというふうに、越井さんも言ってましたが、結局、そういう、小沢さんのですね、反対によって、民主党に託したですね、国民の声がね、逆になってしまったという、そういう感じですので、それで、この根本にある、問題は、野田さんのリーダーシップの不在、それからまた、党幹事長のね、越井さんのリーダーシップの不在、それから、まあ、小沢さんがですね、まあ、はっきり言って、無軌道な行動だというふうに思います。だからこれがね、明治時代の、まあ、代表戦争での、日本の敗北、そのものが今回の、ね、経済的な、失速、破綻の、ね、原因にある、日本病であると、権力中枢の不在といいますかね、結局、誰が一体ですね、今の政治の、ね、中心であるね、まあ、最高リーダーであるかという視点がですね、今もって非常にこの曖昧ですよね。結局、野田さんがですね、ああやって決定したことをですね、党の幹事長もそれに従わない。で、ましてこの野田さんも制御できない、コントロールできないという、そういう、まあ、混乱状態が、20年間ずっと続いているわけですよね。そのあたりの、このリーダーシップの問題をどのように考えますか？いや、いつもこんなもんですよ。そうなんだよね。日本の、日本の首相って昔からそんなに長い間やったことはないです。原敬っていう人がですね、表面で特殊なことをやった。それはまあ、日本の問題よりもね、大体ほとんどの近代的な病気というのはですね、第一次大戦の時のね、ヨーロッパにおける戦争の仕方、科学技術の発達、まあ、それが日本に来て、非常に景気が良くなってね、その時に税収が上がった、それをどうするかっていう中でね、まあ、原敬は、それは自分のね、批判、生きてる時はそんな好かれた人じゃないですから、そこで、まあ、結局どうやってリーダーシップをですね維持したかっていうのは、やっぱり大正9年のですね時に解散をしたわけですね。極めてトリッキーなんですね。前の選挙法を持ってくるというね、不思議な、で、それでその普通選挙をいっぺんやめさせるっていうね、ことをやって、とにかく自分の言いたいことを政治的に、政策的にやってやったと。そうしますとね、今回の問題もね、解散権の問題だと思うんですよ。ここにおいて、すでに、いろんなですね、解散については、いろんな人がね、例えば三党合意のことについての、自民党の考え方というのは、増税法案が通った後に解散しようと。で、いろんなところにですね、世論調査があってもですね、すぐ解散しろっていうのはまたない。そこにはいろんな政治の世界のことはあるのでしょうが、はっきり言って、解散というのはですね、政党要衝のために、
戦前からあった規定ですよね。それを吉田茂が入れさせてね、新憲法の中にどんなことがあっても解散ができるんだと、それを持ってきたと。でそれを使うしかそれはないですよ。で、私もですね、結局どこまで行ってもこの話っていうのはね、最後になるとどうか、本田さんが解散権をどう振るのかってことになるんですが、あの去年のですね、野田さんがなったいきさつ、それからこの三党合意のですね、この不思議なね、政党行動の中で、野田さんにはですね、解散権とは言わないけども、解散力があるのかと、配布内閣をですね、野沢幹事長でした、そう爪腹を切らしたときは、重大な決意をさせなかったわけですよね。結局、それは、まあ、政党政治のプロだから、同じことになるんでね。ただ、それ以前にですね、野田さんってと今の民主党だけじゃないけど、その055元の問題もあるけどね、解散権っていうのはどこにあってですね、この議会があるのかということについて、伺いたいというのは。土屋さんはね、福田版だったんですね。長い福田版でやって、まあ、例のロッキードのね、事件、その後の田中闇将軍のね、段階でやはり、田中の努力をしないでね、ああいう力を持っていくというやり方、それから金回りのやり方そのものをね、小沢さんにね、踏まえて、悪い面のね、ああいう、政党、政治家のね、でも普通だと思うんですかね、その辺は、間近でご覧になってですね、聞こうと思います。実は解散権というのは、まあ、総理大臣が持ってるわけですけども、その解散権を癌として、まあ、誇示したというか、解散しろ解散しろということを拒否したのが三木武夫ですね。三木さんね、三木さんはそのロッキード事件を受けた後、その総理になるわけですけども、つまりその時に自民党内からその側院の情がない、つまり椎名悦三郎なども中心にですね、後ろ祭でね、三木おろしが始まるわけです、田中角栄元首相を逮捕されたのは多分7月、その年の7月頃だと思うんですけども、ついに三木さんは任期切れまで粘っちゃうわけですね。ですから私が言いたいことは、意外とですね、この野田さんというのは現総理大臣は腹をくくってるんだと思うんですね。つまりまさに殿下の宝刀をいつ抜くかというタイミングを考えている。それで多分、まあこれも先ほど申し上げましたけども、一寸先闇ですから分かりませんが、私はそう簡単に解散はしないのではないかと思います。まあそういう意味で、そういう中で、実は民主党の中で小沢一郎元代表との綱引きが続いていくと思うんですが、実はその小沢一郎元代表の、まあ、陣痛力といいますか、これが一体どの程度まで持つのかなと。で彼はよく壊し屋と言われてますね。で例えばその、彼が渡り歩いた政党の数を数えるとですね、自民党、それから新政党、新進党、自由党、それで民主党ってわけですね。それで実は今の野田政権を批判しているけれども、その2009年の9月の選挙で民主党が第一党になった時にですね、その時参院議員はですね、まだ民主党が第一党だったわけですね。つまり鳩山小沢体制で発足したんですが、さてその最初の1年間半年何をしたかというのは見えてこない。つまり やるチャンスはいくらでもあったわけですね。いろんな改革を、その多数派を握ってと、病院で握ってたわけですから、まあそういう意味で、その実はそこが一つ民主党が、誤ってスタートしまった、原因だと私は今考えてます。まあそういう中で、まあ日もさっちも今いかなくなってるわけですが、やはりその
こういう混迷の中でリーダーシップを発揮するということはですね、難しいわけですが、実は先ほども申し上げましたけども、やはり覚悟ですよね。政治家としての覚悟っていうのがこう見えるかどうか、つまり増税、それから社会保障の例えば税の、 保険額の負担だとかですね、これはみんな嫌がるわけです。当然嫌がるわけですけども、その嫌がるものをどうして通すかというこの信念がですね、なければ通らない。つまりリーダーシップというのはそういうことを突き通してやるんだということだと思うんですね。まあそういう意味で野田さんにはですね、意外とこれで突っ走るんではないかというような私は感じはしています。そうですね。で、その野田さんがまず新党の問題ですが、新党を結成した場合もですね、政党交付金は来年からしか上げてもらえませんからね。だから新党を、まあ、結成ということを言ってますが、これはもう彼一流のね、まあ、ポーズであって、それも、やらない可能性の方が非常に高いと思いますよね。その点どうですか。まあそれはね、政治のことはともかくとしてですね、大増税と現実のある中でね、その小沢さんとして本当の意味でどっちが得なのかっていうね、ことは、それはこれから、多分マスコミもですね、国民もですね、この消費税の衆議院段階で通った時にですね、こういう話だったのかっていうのを知るというね、人がいますので、どっちにしてもこういう税金が、ね、かかってくるんだなということで、反消費税というのは、ね、やっぱ減っていく、増えていくと思いますよ。その中には、獅子身中の虫となってですね、また民主党の中にも別の形のする人も増えてくるわけですから、獅子身中の虫となってですね、次の選挙、まあ、できれば二党選挙で戦ってですね、民主党を反増税派というもので、自民党増税派というものとですね、選挙区で戦っていくわけですから、それが私はできるならばそうしたいだろうと思ってると思いますので、そんなにその出ていけというのはですね、まあそれは小沢さんからしてみれば、ね、そっちの方が陰謀だと思ってるんじゃないでしょうかね。俺はだってもともと作った人間なんだぜと、何言ってんだと。それを支持するわけではないですがね、一番は出ていかないことです。でのでまた乗っ取ることですよ、民主党を。それ以外考えるわけがないじゃないですか、政治家が。小沢さん支持だな。支持じゃないけども、そうするもんですよ、それは。つまりそういうようにその小沢元代表が態度が出た場合ですね、やはりもう完全に民主党というのは分裂なわけですよね。二党選挙ですね。そういう状況の中で選挙をやったときに、民主党は多分もう多数派は取れない。まあ今の状況でも多分取れません。取れませんね。多分実は政党の手をなしてないわけですよね。だから逆に言うと、小沢元代表は本当は本音は出たくないんですよ。それはそう。出たくないという意味はですね、あそこに要するに小沢チルドレンと言われるような人たちの選挙基盤の弱さ、それからそういうような人たちのですね、立候補の動機っていうものがですね、その民主党がいいから民主党に入ったではなくてですね、その選挙の出るその地盤ですね、選挙区ですね、そこの空白の選挙区から狙って出た人が結構多いわけですね。だからなぜその人は何々選挙区から出たんですかっていうと、いや、たまたまそこが空いていたからと、そういうような感じでブームに乗って当選してきたものですから、本音は解散はしたくない、まあ、そういうようなことが、まあ、反小沢派の人たちは分かってるわけですね。ですからこの駆け引きがですね、どこまで続くんだと。でこれはやはりどっかの時点で、まあ、どっかっていうよりも今国会でやっぱり野田首相が決断を迫られると。
でここで下手にこう妥協しちゃった場合はなんとはやっぱし野田もダメかというのが実は一番怖いんだと思います。